金近健男は、新潟放送の元アナウンサー。その後同社常務取締役、関連会社のイタリア圏代表取締役社長などを歴任し、現在は顧問を務める。秋田県出身。法政大学卒業後、1967年、新潟放送にアナウンサーとして入社。同期は、元アナウンサーで現在同局、代表取締役会長の竹石島つり。 以後、ラジオテレビの各番組で幅広く活躍した。特に1980年代には、テレビの人気ローカル番組、土曜は良いしょ、の司会を担当。そのためか、テレビ出演を退いた後も、県民の認知度は高い。制作業務の第一線を退いた後は、テレビ営業局営業推進部、ラジオ局、東京支社編成業務部勤務等を経て、 2003年6月から、オブザーバーテレビ営業局付局長。2003年7月から、取締役ラジオ局長を歴任。2007年6月28日、関連会社の新潟放送工業へ出向し、代表取締役社長に就任。2009年6月23日に、新潟放送常務取締役、並びに関連会社のイタリア圏 代表取締役社長に就任した。2014年3月31日付で、一心上の都合により、常務取締役を退任、翌4月1日より、顧問に就任した。なお、イタリア圏は、同日付で、NSG グループに売却されている。2004年から5年間、ラジオ、土曜よりの音楽番組、音楽夢語りのパーソナリティを担当。この番組では、 別名、立木剣を名乗っていた。このマイクネームは、苗字から、親の武士を分解して、流木を、中から、県を取ったものである。放題 OB で、母校が、全国規模で展開している、ネットワーク事業にも協力しており、2008年8月30日に、イタリア県で開催された、法制フェアのオープンカレッジでは、石原正康。 藤沢あまね両名の新潟市出身 OB による対談企画でコーディネーターとして進行を務めた。などなど取締役の辞任に関するお知らせ新潟放送同年6月24日、閲覧下記はいずれもラジオ局長を務めていた際のもの。ありがとうございます。